李明章は、中華民国の軍人。はじめ北京政府、国民軍に属し、後に国民政府に属した。兵玉章配下の五個章の一人とされることがある。字は、赤月東。河南省鎮州府鎮急県、西省村に、医者の子として生まれる。七歳で私塾に通うが、父が亡くなったため、小坂実りや金持ちの雇い人としてその日暮らしを。 行う苦難の少年期を送った。17歳の時、父と信仰があった家の娘と結婚するが、日雇いであったことから、岐阜の家の者から白眼視された。結局彼らからの冷たい視線に耐えかね、二番目の兄の李明が、北京で当兵をしていたことから離婚して、兄の後を追って軍人への道を歩む。李明将が入ったのは、遠征外の北洋新軍、武衛遊軍で、 右翼第 3A 左対右小4棚に配属された。正名、省長、正し体幹を務める。1909年、法典、新民の第20鎮随営学堂を卒業し、新軍第20鎮配長として、勤務の傍ら、兵局省の阪神地下組織、武学研究会に加入。新外革命に交して1912年1月。 周兵兵に参加するも鎮圧され、軍籍を剥奪される。新朝消滅後は軍に呼び戻され、警防衛務所の衛兵を務めていたが、1912年2月29日、北京兵兵での北洋軍兵士による略奪が起こった、ため、五個備え保軍への再編がなされた。陸立省引きる、左次備え保軍の前衛長に、兵力省が任ぜられるとその敗下となり、 以後軍歴を順調に重ねていく。1915年12月の五国戦争当時、第16混成旅、第1弾、第3英帳として、四川省に駐屯していたが、南方政府を支持し、蔡津葉の部下であった首都区とも連携している。1917年には、湖北省老房地区に駐屯していたが、6月に、兵玉省が更迭されると連長以上の軍艦と、 連盟で復帰を求めた。上空復壁が起こると、天壇付近にて、弁士軍残部3000人を包囲する。鎮圧後少々に昇進。1918年当、氷玉省に随行して、湖南省のご法軍を撃破し、上徳に移住。第三弾に改編される。1921年春、氷玉省は、解任を拒む前、先制特軍。 珍珠半島伐のため演奏文の第二十四、呉神殿の第七首と先制小遠征を命じられた。左次軍は神霊山脈を精神し、西安東部の林東区にて、強攻部を率いる一国騎兵団を撃破した。続いて、西安にてに古団と共同で、木内の特軍所を攻め落とし、西に逃げる珍珠藩を追いかけようとしたが、翌百二十二年四月、第一次、 笹久家戦争が勃発すると、大至急保定への進軍を命じられ、三古団を率いて、丸一日かけて三百里の距離を進軍し、大賠償にて、皇天軍を撃破、長進天を占領した。戦後、総根と、ご配布より、強しい将軍と一等化の儀勲章を授与された。また、表玉章の指揮を離れ、北京で市長への道を打診されたが断り、部隊を率いて、 河南特軍に就任した兵玉章の下に帰さん県人で徳鎮樹氏に任命されたが、ほどなくしてご配布の圧力で第十一使ともども河南省を去る。1924年、北京南園の第八根性旅旅町に移動し、同年9月の第二次、笹ぐ家戦争では古北郊外の朝日地区を防衛していたが、10月に北京政変で、 北京大総統府を包囲し、国民軍成立後、第一軍第六市市長に昇進した。1925年1月、処理水援都等に任命される。五族共和クラブを成立させ、道路や橋の整備、植林、学校の設立などに携わった。12月8日、兵局省が、理系林討伐の命を発すると、 長野江を総司令として三個字の討伐隊が組まれ、東方さんが任給、女英将が大城県と馬小鎮を攻略、李は大慶鎮、洋流青鎮、藩や諸村攻略を任された。長野江も三個旅を率いて洋村、北倉鎮と大慶鎮攻略を目指した。しかし李慶林は日本やドイツの軍事顧問の指導で苦境な陣地を構築しており、 10日から15日までの間に4000人もの犠牲者を出してしまう。16日、兵玉省は、町野絵を更迭し、李名将を総司令に任じた。李は、騎兵、経営旅と装甲車隊を投入して、天津攻略を継続した。19日は、雪が降り積もり、天津城は白く染まった。李は、この木を逃さずと緊急軍事会議を開き、 白い洋費で偽装した、デハク兵を発案する。当日夜、陣地周辺に忍び込んだデハク兵たちはさらに爆竹や、花火でか乱。それに乗じて、大東兵たちが突撃し、騎兵、砲兵、総攻兵も、総攻撃を開始、洋村は陥落した。数日後、天津城も陥落、理系林は敗走した。1926年、官宿軍務。 ただ主弁に任命されたが、実際に不任はしなかった。その後、警視警備代理総司令兼警備総監に任命されている。国民政府では、1927年に軍事委員会委員に任命された。1928年、鄭州市長兼国民革命軍第2集団軍総指揮に任命される。後に、西北政治工作委員会委員長に任じられた。 同年9月、河南省政府委員、国軍編使い委員会委員兼使いを受け、部主任に移動する。表局省と小解析との圧力が深まると巻き込まれることを嫌って、視察の名目で自費で海外に出国。中原大戦中、アメリカで農業水利を視察。後、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアにも赴いた。帰国後は、 兵玉省廃下から次第に離脱していき、1930年、学与変区水税ただし弁に任命されるが、肺の病気のため参謀長の王道生に職務を一任すると、上海で療養する。復帰後の1931年9月、共産党に傾倒していた、基地を取りまさに代わって、第22掃総指揮権第30市市長に任じられ、紹介席より、 大別山の総協を命じられたが、同月の満州事変で東北を奪われたにもかかわらず、総協を続ける小海石に失望したりは、1937年5月には、河南省政府委員の地位を罷免された。六甲橋事件勃発時は、北平にいたが、間もなく、日本軍の手中に落ち、自宅で、新日関係の捜査を受ける。由志川より、 海外政府への参加を求められるがそれを拒絶し、商人に偽装して、北平を脱出、天津、探空より船に乗り、遠大経由で、河南省に帰郷。その後河南省政府委員に復帰し、小議宮和美委員会主任委員にも任ぜられた。1938年3月、海風で巧妙話劇団を組織する。1942年、 中東と組むより左派とみなされたカナン大学教授、文法が投獄された際には、王洋、京、流色学らと釈放単案を行った。1944年、甲賀水利委員会高等顧問に招聘される。軍事参議院参議に移動する。1948年2月、監察院監察委員に任命されている。 国民党の配色がいよいよ濃厚となった1949年には病床により、孫連中や龍門から台湾への脱出を進められ、航空機旅券ももらったが、国民党に嫌気がさしていた理は断った。6月29日、上海虹橋療養院で食道癌のため病没した。去年64、右翼第3 a 左対右小4棚。ありがとうございます。